けるお顔。先月23日、ジブリパークにやってきたのは楽しみな人。ジブリ大好きファミリー、カバさん一家。念願のジブリパークに大興奮。ビッグシャちゃんジブリを育児に生かすジブリークを実践。カバさん一家の初めてのジブリパークに密着しました。こんにちは。お邪魔します。よろしくお願いします。岐阜県郡上市で暮らすカバさんファミリー。小学生ぐらいからだと思うので、まあ多分20年以上かなとは思うんですけど。ジブリファン歴20年以上のお母さん、川しおりさん。5歳の長男りつきくんと、兄ちゃんの髪型って何、4歳の長女キサちゃん、そして末っ子のサクヤくんと夫アツシさんの5人で暮らしています。そんなカバさんのお宅には、マクロコレスとどんぐりとメイちゃんとキジ。なんで小指人形で、家中至る所がジブリ。これもパンフレットですね。すごい。これは全作品あります。ナウシカ、ラピュタ、トトロ。あ、ホタルの箱もある。すごいっすね。他にもフィギュアやピンバッジ、食器など、ジブリグッズの総数はなんと500点以上。メガさらにジブリ好きが高じて行き着いたのは、0歳から、まあ、ジブリを見せていて、まあ、ジブリ育というか、ジブリを見ながら、まあ、育児を楽しむというか、自然や人を大切にするジブリ作品を育児や教育に生かすジブリ育を実践。どんぐりいっぱい、どんぐりだらけ。こうどんぐりを拾ってすごい嬉しそうにしたりとか、本当にメイちゃんみたいだなというふうに今思ってます。私とかがちょっと体調が悪かったり、もう他の子が体調悪くてこう寝とったりすると布団をかけてあげたりとか、そういう優しいところがあるので、ジブリのおかげだと思いたいなとは思ってるんですけど。そんなカバさん一家、ジブリパークに行くため去年10月にチケットの申し込みに挑戦。繋がらない、全然繋がらない。やだ、どうしよう。寝込まずに会いない、会いたいね。アクセスが殺到しなかなか繋がりませんでしたが、全然ダメだ。当たりました。見事念願のチケットをゲットしていました。そして迎えた当日。おはようございます。おはようございます。カバさん一家が泊まっていたのは清須市にあるおじいちゃんとおばあちゃんの家。ジブリパークに行くための時間を短縮し準備万端。昨日はもうすごいワクワクしている感じでした。明日ジブリパーク行きます。楽しみの人。この子はラピュタのシータが好きなので、早くシータに会いたいと言っていて、うちの子はキツネリスのテトが好きなので、テトに会いたい会いたいってずっと言って、ね、すごい楽しみにしてます。
車を走らせること40分、ついにジブリパークに到着。空のモノレール。楽しみな人。はい。トトロに会いたい人。チケットは入場時間が決まっていますが、その40分前から行列に並びます。ベビーカーはちょっと今日は諦めて、もう抱っこ紐で頑張ろうかなと思ってます。肩がかなりもうバキバキになって辛いんですけど、下ろしちゃうともう走ってもうピューって行っちゃうので。ジブリパークはベビーカーが入れず、子供3人のカバさんには大変ですが、そんなことはお構いなし。いやちょっと遠足前みたいにドキドキしてます。僕もドキドキします。実はお互いのジブリ好きがきっかけで SNS で知り合ったカバさん夫婦。家族全員が期待に胸を膨らませ、いよいよ念願のジブリの大倉庫に。いらっしゃいます、いらっしゃいます。あ、詰まってるでしょ。お母さん、写真を撮る手が止まりません。大好きなジブリがいっぱいの大倉庫に子供たちは興味津々。すると、みんなが夢中になってバタバタ。それでもたっぷり楽しめたようで。じゃあそれ何？マキラキラケロお顔。待って待って、順番だから。お姉さん取ってからだ。やっと順番が来ると。リコ見て。あ、いいねいいね。こっち見て。こっち見て。リコこっち見て。リコこっち見て。シャちゃんシャちゃん。こっち見て。あ、いいよいいよいいよ。会いたかったシータともしっかり写真撮影。ジブリの世界にどっぷり浸かっていました。全然時間足りないですね。この子たちが遊ぶと、あ、そうですね、時間と人が足りない。たくさんのお土産を手に夢の世界から帰ってきました。チータに会いました。嬉しかった。何が楽しかったって？車の運転。トトロのお父さんの車のやつとバス。想像以上にすごい良かったです。やっぱり世界に入り込んだ感もありましたし、もう大人も子どもも楽しめる世界観になってたかなと思います。でも大人の数が足りないぐらいもうあちこち行っちゃって、追いかけるのが大変なほどすごい子どもは遊んでました。ジブリークを実践するカバさん一家、夢の世界に手応えもあったようです。映像でしか見たことない世界なので、まあ、実際にこういう建物とかで身近に触れられたのがすごい良かったです。そうですね、別に強制ではないんですけど、やっぱりジブリを見て一緒に楽しんだりして育ってくれたらいいなと思います。お疲
疲れです。末っ子のさくやくんはぐっすり。夢の中でもジブリに会えたかな。